第47位、鳥取県。1920年の人口は45万4675人です。当時の都道府県庁所在地は鳥取市、人口は3万人です。第46位、奈良県。1920年の人口は56万4607人です。当時の都道府県庁所在地は奈良市で、人口は4万人です。第45位、沖縄県。1920年の人口は57万1572人です。当時の都道府県庁所在地は那覇区で、人口は 5.4 万人です。第44位、山梨県。1920年の人口は58万3453人です。当時の都道府県庁所在地は甲府市で、人口は 5.6 万人です。第43位、福井県。1920年の人口は59万9155人です。当時の都道府県庁所在地は福井市で、人口は 5.7 万人です。第42位、滋賀県。1920年の人口は65万1050人です。当時の都道府県庁所在地は大津市で、人口は 3.1 万人です。第41位、宮崎県。1920年の人口は65万1097人です。当時の都道府県庁所在地は宮崎町で、人口は 2.1 万人です。第40位、徳島県。1920年の人口は67万212人です。当時の都道府県庁所在地は徳島市で、人口は 6.8 万人です。第39位、高知県。1920年の人口は67万895人です。当時の都道府県庁所在地は高知市で、人口は 4.9 万人です。第38位、佐賀県。1920年の人口は67万3895人です。当時の都道府県庁所在地は佐賀市で、人口は 3.4 万人です。第37位、香川県。1920年の人口は67万7852人です。当時の都道府県庁所在地は高松市で、人口は 4.7 万人です。第36位、島根県。1920年の人口は71万4712人です。当時の都道府県庁所在地は松江市で、人口は 3.8 万人です。ちなみに、島根県は1920年の人口と比べて、現在の人口の方が唯一減少している都道府県でもあります。第35位、富山県。1920年の人口は72万4276人です。当時の都道府県庁所在地は富山市で、人口は 6.2 万人です。第34位、石川県。1920年の人口は74万7360人です。当時の都道府県庁所在地は金沢市で、人口は13万人です。第33位、和歌山県。1920年の人口は75万411人です。当時の都道府県庁所在地は和歌山市で、人口は 8.4 万人です。第32位、青森県。1920年の人口は75万6454人です。当時の都道府県庁所在地は青森市で、人口は 4.9 万人です。第31位、岩手県。1920年の人口は84万5540人です。当時の都道府県庁所在地は盛岡市で、人口は 4.2 万人です。第30位、大分県。1920年の人口は86万282人です。当時の都道府県庁所在地は大分市で、人口は 4.3 万人です。第29位、秋田県。1920年の人口は89万8537人です。当時の都道府県庁所在地は秋田市で、人口は 3.6 万人です。第28位、宮城県。1920年の人口は
96万1768人です。当時の都道府県庁所在地は仙台市で、人口は 11.9 万人です。第27位山形県。1920年の人口は96万8925人です。当時の都道府県庁所在地は山形市で、人口は 4.8 万人です。第26位山口県。1920年の人口は104万1013人です。当時の都道府県庁所在地は山口町で、人口は 2.5 万人です。第25位栃木県。1920年の人口は104万6479人です。当時の都道府県庁所在地は宇都宮市で、人口は 6.4 万人です。第24位愛媛県。1920年の人口は104万6720人です。当時の都道府県庁所在地は松山市で、人口は 5.1 万人です。第23位群馬県。1920年の人口は105万2610人です。当時の都道府県庁所在地は前橋市で、人口は 6.2 万人です。第22位三重県。1920年の人口は106万9270人です。当時の都道府県庁所在地は津市で、人口は 4.8 万人です。第21位岐阜県。1920年の人口は107万407人です。当時の都道府県庁所在地は岐阜市で、人口は 6.3 万人です。第20位長崎県。1920年の人口は113万6182人です。当時の都道府県庁所在地は長崎市で、人口は 17.7 万人です。第19位岡山県。1920年の人口は121万7698人です。当時の都道府県庁所在地は岡山市で、人口は 9.5 万人です。第18位熊本県。1920年の人口は123万3233人です。当時の都道府県庁所在地は熊本市で、人口は7万人です。第17位京都府。1920年の人口は128万7147人です。当時の都道府県庁所在地は京都市で、人口は 59.1 万人です。第16位埼玉県。1920年の人口は131万9533人です。当時の都道府県庁所在地は浦和町で、人口は 1.2 万人です。第15位神奈川県。1920年の人口は132万3390人です。当時の都道府県庁所在地は横浜市で、人口は 42.3 万人です。第14位千葉県。1920年の人口は133万6155人です。当時の都道府県庁所在地は千葉町で、人口は 3.3 万人です。第13位茨城県。1920年の人口は135万400人です。当時の都道府県庁所在地は水戸市で、人口は4万人です。第12位福島県。1920年の人口は136万2750人です。当時の都道府県庁所在地は福島市で、人口は 3.6 万人です。第11位鹿児島県。1920年の人口は141万5582人です。当時の都道府県庁所在地は鹿児島市で、人口は 10.3 万人です。第10位広島県。1920年の人口は154万1905人です。当時の都道府県庁所在地は広島市で、人口は 16.1 万人です。第9位静岡県。1920年の人口は155万387人です。当時の都道府県庁所在地は静岡市で、人口は 7.4 万人です。第8位長野県。1920年の人口は
156万2722人です。当時の都道府県庁所在地は長野市で、人口は 3.7 万人です。第7位新潟県。1920年の人口は177万6474人です。当時の都道府県庁所在地は新潟市で、人口は 9.2 万人です。第6位愛知県。1920年の人口は208万9762人です。当時の都道府県庁所在地は名古屋市で、人口は 43.9 万人です。第5位福岡県。1920年の人口は218万8249人です。当時の都道府県庁所在地は福岡市で、人口は 9.5 万人です。第4位兵庫県。1920年の人口は230万1799人です。当時の都道府県庁所在地は神戸市で、人口は 60.9 万人です。第3位北海道。1920年の人口は235万9183人です。当時の都道府県庁所在地は札幌区で、人口は 10.3 万人です。第2位大阪府。1920年の人口は258万7847人です。当時の都道府県庁所在地は大阪市で、人口は 125.3 万人です。第1位東京府。1920年の人口は369万9428人です。当時の都道府県庁所在地は東京市で、人口は 217.3 万人です。